清水正し冷凍公園は、静岡県静岡市に立地する公園。園内の清水市中冷凍の戦闘とモニュメント、静岡県静岡市に立地する平和公園である。旧清水市によって整備された。園内の清水市中冷凍には、西南戦争から太平洋戦争までの戦没者と戦災殉難者が祀られている。 巨大な戦闘は高さ30メートルに達するなど、その異様がよく知られている。静岡県における戦争慰霊域としては最大規模を誇る。清水支柱冷凍を設計した吉田58園内の清水支柱冷凍は建築家の吉田58により設計された。もともとあった小高い丘陵の斜面を利用する形で塔を建てたことから、 戦闘の高さが30メートルに達するなど、極めて巨大な中霊塔となった。鉄筋コンクリート作りであり、その形状は神社の地位をモチーフとしている。塔の下には、見影石で製作されたモニュメントが安置され、気壇には水が張られていた。この中霊塔には、西南戦争から太平洋戦争までの戦没者と、 戦災柔軟者の五霊が約4300柱祀られている。碑文は、混流時に清水市の市長を務めていた鈴木平一郎が考案したものである。また、園内には中霊塔とは別に平和記念碑も混流されている。こちらの碑文は、同じく混流時に市長を務めていた宮城伊藤博正が考案したものである。この公園が竣工して、以来、 遺族会が毎年終戦の日に慰霊祭を取り行うなど、清水市の戦没者と戦災柔難者に対する慰霊施設として重要な役割を果たしてきた。しかし、清水市と旧静岡市の合併により、新生静岡市が発足すると、慰霊祭も旧静岡市と合同で行われるようになったため、この公園は慰霊祭の会場としては使用されなくなった。 だが、慰霊祭の会場として用いられなくなってからも、地元住民からの敬愛を集めてきた。その他、園内には、車椅子対応トイレや、自由広場といった設備が設けられている。また、東側に位置するグラウンドは、サッカーや、グラウンドゴルフなどで使用されている。その後、長年にわたって風雨にさらされ続けたことから、清水市中冷凍の老朽化が問題視されるようになった。 田辺信弘が、静岡市の市長に就任してからは、清水市中冷凍の解体すら訴状に上るようになった。また、戦死者や戦災柔乱者に対する慰霊施設であると、同時に、市民の憩いの場である公園としての側面も持つが、公園を利用する市民に対して、今からサッカーで使うから退りいてなどと要求する、少年サッカークラブが現れて問題になるなど、課題も参見される。なお、 問題の少年サッカークラブに対しては、静岡市役所都市局都市計画部が子どもたちから大人まで幅広く使用できる公園であり、使用許可を取っているからではなく、お互い危険のないように譲り合って使用することと指導する事態となった。園内の清水市中冷凍の気分清水市により、清水市中冷凍の混流と公園の建設が行われ、 1959年に竣工した。清水市中冷凍の建立に際しては、公費が1640万円かかったが、地元の住民や企業から多数の寄付が寄せられたという。なお、公園が竣工したのは1959年であり、園内の清水市中冷凍が建立されたのも、同年3月だとされているが、碑文には市民各層の協賛を得て、 昭和33年11月これを経つと記されている。その後、中冷島とは別に平和記念碑も混流されている。こちらは太平洋戦争終結から50年を迎えた1995年8月15日に新たに混流された。ありがとうございます。